東京オートサロン2009でレッドゾーンはギーヨというミニカー登録の三輪車を3機種展示しました。中でもピーヨトラックロックンロールピックアップは今回のオートサロンで初公開され多くの注目を集めました。スペックは 50cc OHC エンジン、セミオートマチック前進4速、バックギア装備でミニカー登録対象となっています。全長 2450mm、幅 1050mm、高さ 1550mm と、とても小さく可愛らしいデザインですが、公道も走行可能です。価格は税込みで29万8000円です。Digging for News。